堺雅人です。はい、皆様、本日はありがとうございます。それでは、早速、キャストの皆様より、一言ずつ、ご挨拶を頂戴したいと思います。まずは、本作の主人公、坂口健太郎演じられました。中井貴一さん、お願いいたします。<laughs> 決して受けませんから、こっちのあれは。あの、えー、ありがとうございました。まだ、あの、僕は、この、作業見てないんですけれども。 えー、なるべく今までのわうわうにないようなものをやりたいという希望で、えー、こういう作品になりました「あのまあ、金ピカ」という浅田二郎さんがお書きになったのは今からだいぶもう30年以上ぐらい前の原作なんですけれどもえー まあ原作を見ても時代はこう巡ってるなっていう今の時代と合うような話になってましてでどうしても社会派のものが多いワーワーのドラマの中でうんとエンターテイメント的なものを撮っても面白いんじゃないかなというふうなことを思いまして、えー、みんなでいろいろ考えながらこういう作品を撮りましたまだ今日見ていただいたのは1話だと思うんですけれども、えー、5話でこの物語が 完結するようにできていると思いますのでぜひ、えー、続けて見ていただけたら幸いです、えー、ありがとうございましたありがとうございますでは続いて広橋秀彦役を演じられましたユースケさんたマリアさんお願いいたしますどうも皆様今本日は、えー、本日はマイナス8度という、ね、非常に寒い中。えー わわ本社でありますこの「恵比寿ままでようここそいいらっしゃいましゃた <laughs>、えー、この金ピカというタイトルなんかこう皆さん普通に「金ピカだと思ってると思うんですけども実際は「気分はピカレスク」の略らしいんですね本当にそれで「金ピカらしいんですけどだったら「キブピカだろ」うみたいなね本当だったら多分キブピカだとやっぱり語呂が悪いんで「金ピカにしてあるのかなとか さっきちさんと話してたんですが <laughs> <あの> <laughs>、えー、とにかくねあの中井さんも言いましたワーワーウらしからぬいい意味でね今までワーワーになかったようなエンターテインメントができましたえー、っとワーワーの作品って結構おこれいけるなってなったらあのその後違うキャストで民放でドラマ化されたりするんですけど あのー、下町ロケットとかそうですよね三上宏さんやってましたよわわわでそれいきなり阿部寛さんになって連ドランになりましたけども今回もねそういう感じになると思うんです面白いからでもその時はこのキャストで <laughs> ぜひともこの全く同じメンツでねまたあのー、今回のわわわの話はなかったことにしてですねそっちはそっちでやりますんで誰かが変わるとかいうのやめてください 僕のところがあのココリコの田中君になるとか <laughs> 他の二人は一緒でとかそういうのやめてくださいね、えー、い以上ですありがとうございますはいありがとうございますでは続いて大河原勲役を演じられましたピエール滝さんお願いいたします はい、えー、皆さん、こんにちは。えー、大柄勲、えー、通称、軍曹役のピエール滝でございます。えー、民放でドラマ化するときは、えー、僕の役は松永さんでお願いいたします。<laughs> えー、このですね、えー <laughs> ドラマなんですけれども、まあねあのー、最近そういういろんな、えー、犯罪ものですとかこう世の中の社会のものを、えー、切り口にしたドラマですと、えー、なるべくこう謎めいていって謎めいていってみんながみんな犯人なんじゃないかど,どの人が犯人なんどの人が悪,悪の黒幕なんだっていうのを油を引いていって引いてて最後その設定をガシャーンってひっくり返すような。 えーまあ、変化球というか、えー、そういったものが多いんですけども、えー、この金ピカ、まあ、1話を、ね、見てくださった皆さんでしょうから、えー、そういうタクではなくもうど真ん中に直球をどんと投げ込んでみようという、えー、作りになっています。えー、そういういい意味では非常にこう見やすい つまり見やすいってことは気楽に見れるというか娯楽としてしっかり見れるという内容になってると思いますまあね今日来ている皆さん前の方は記者の方ですけど後ろの方はワウワウのね加入者のワウワーって言うんですかワウワーって言わないと思いますよワウワーでしょワウワーって言わないと思いますよワウワーなんじゃない 稲葉はもうちょっと古くなっちゃった,、ね、た感じの、わう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 わーカ、わうわうわーカ、えどっちです？<laughs> どっちでもいいか。<laughs> いいい皆さんが、えー、ご覧になってくださいましたから、えー、この後ね2,3,4,5と、えー、続きますけども、まあさっきねポスターで僕はああって気づいたんですけど、一応無料放送と。 ということですので、す、え、のー、前列に、ねえー、座っていらっしゃる記者の皆さん一話無料放送というところですね、ぜひ放り込んでいただいて、えー、プロモーションの方よろしくお願いいたしますということで、えー、本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。